1月11日、田島祇園祭年始めの行事、お当屋お先祖参りが行われました。今年の当屋は西町下川、当元は小林賢吉さんと長谷川文彦さん。この日は組員27人のうち15人が参加しました。祇園祭は町内の10の当屋組が毎年周りで祭りを司っています。当屋の皆さん、雪の中、黒紋付き、黒羽織、わらじ履きで神社へ向かいました。大変おめでとうございます。これはこのまま検証させていただきます。いただきますようにお願い申し上げさせていただきます。それではおみきと、お供え物を頂戴をさせていただきます。それではお参りくださいますように。この日も朝から気温が低く、お先祖を踏むこの時間も氷点下。当屋組の皆さんは拝殿に手を合わせた後、神社入り口、水屋の冷たい水で口を清め、
手を洗い参拝しました。飲んじゃえ。初めて当屋組に参加したイタリアンレストランセモリナのマスター。手がしびれる。冷たい、ジンジンすると言いながらも気合を入れて参拝していました。ではお祓いを申し上げ、それでお祓いを。